サブ性能をアップしてトーピードを最強にする。飛びすぎてやばい。めっちゃ飛ぶんだけど、なにこれ、上乗るんだけど、見て、なにあれ、あ、反応した、やばくないこれ、めちゃくちゃ長くない、こっからあの位置届くんだけど。今日はですね、トーピードで、サブ性能をね 3.9 つけてやっていきましょう。で、このギアね、あ、今相手にチャージいったんですけど、チャージャーより射程長くなるんですよ。まあ、撃ち落とされるのだけはちょっと嫌なんですけど、サブ性能も積んでないし、あ、間違えた、サブインク効率も積んでないから、もう落とされた時ちょっと嫌なんですけど、まあ、相手のね後ろ側に投げるとね、撃ち落とすことなかなか困難なので、まあ、普通に投げるよりは後ろ側に投げてやっていきたい。お、いきなりハンコ、ほら、開けされた、餌どうぞ餌だぞ。あ、やれなかった。あいー、痛い、これやれないかな。あ、トーピードでやれたわ今ね、うちのインク踏んでたんで、オレンジのインク踏んでたんで、トーピードのね、爆風だけで倒せましたね。いいね。まあね、そこに長いから、なんて言うんだろう、敵に反応しなくても、これオート性能じゃないですか。これ、オート性能じゃなくても、まあ、地面で爆発すると何ダメージだっけ ?60 ぐらい ?60 か40、ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、そんくらい入るだけでも強いんですよね、やっぱ。まあ、敵いないか入っていきましょう。これ、ナーバイ、お、いるね。ほら、餌だぞ。よし。もみじシューター系、若葉シューター系に、バブルついたのも強いですよね。お、ほら、見て、チャージャー見て、ほら、もう何もできない、ほらチャージャーより射程長いから、これやらしいよな。トーピード投げてるだけで勝てるもん。まあ、実際最近の、あ、これ打ち落とされるの嫌だな、あぶね。実際縄張りバトルってさ、トーピード増えてるじゃないですか。てかガチマッチャーもいるんですよね、やっぱ。お、餌だぞ食われる餌食われる、ごめんな。ハンマーの使い方難しいですよね。ここ届くんですよ。やばくね普通にやばくねこれ。ほら。やばくねホームトラックだったら中央にいたら多分全部届くと思う。高台降りてたら、うん、全部届くと思う。チャージャーにやられることなく安全に。まあ、枯れるまではいかないけど、嫌がらせがね。うん。倒すまではね、ちょっと欲張ってできないんですよ。危ねえ、あー、やられちゃった。ごめん。欲張りすぎるとね、あ、こうやってね、反撃食らってしまうので、結構、嫌がるじゃないですか、やっぱ。敵も。あいつうざいから倒そうとか思うんで。まあ、無理やり来た敵にやられちゃったりするので気をつけた方が、いいかと思われる。おい、うわー、危ない、やば、死ぬ。相手ピンチついてるから、これはね、あと塗ってれば勝ちですね。おお、援護トーピード。はい、ナイス。勝ったべ。いや、射程長いでしょ、これ。やばいよな。はい、マッチングしました。再び昆布トラックなんですけど、めちゃくちゃ長い人いないか。あ、ハイドラチャージャー、カモだ。カモ。自分は安全だけど、まあ、相手からは、ね、枯れないから、危ね。ハイドラとかチャージャーに投げて嫌がらせするのがね、いいと思われる。ロングブラスターとか極力戦いたくないな。見られてほしくないな。まあ、ちょっと嫌がらせ投げときますか。うん。お、左から来るか？何来てる？うわ、これトーピード対決か。まあ、トーピード見たらね、射程長い人がね、撃ち落としてあげるのがいいと思う。まあ、ハイドランドだったら撃ってなんとかなるんですけど、ハイドラも相手の後ろ側投げとけば、振り向かないといけない。振り向くのって意外とね、めんどくさいし大変なので、
無視してくれたりもするんですよね。お、ナイス。これは援護トーピー、お、チャージャー見てますね、こっち。チャージャーに投げたいんだけどな、あれちょっと邪魔くさいな。これからそれ、ナイス味方。とりあえずバブル、無駄遣いしちゃったから流しといて。お、今度右か？助けてあげよう。はい。もういない？あ、いた。危ね。まあ、彼にトーピード投げまくり、つつだな。雨か。雨ちょっと嫌だからな。いる？あそこ。いないね。おお、チャージャー、チャージャー、チャージャーに投げまくれ。味方が戦いに行ったから。チャージャーちょっとなんか喉、喉が最近、風邪ひいたのかな？鼻声って言われるしね。皆さんも風邪気をつけてください。あ、これやった。ナイス味方。味方がやってくれた。ハイドラも見かけたら投げて、壊されちゃうからちょい後ろ目で。そう、後ろから来るのが強い。ハイドラやれないかな？ゴムラ。危ねえ、危ねえ、危ねえ、トピだ、危ねえ、危ねえ、なんか倒した、なんか倒した、なんか倒した。ハイドラさん、こんにちは、オッケー。ハイドラ、これ一足つきでないね。すごい遅かったんだけど。よーし。チャージャー、いますね。チャージャーに、嫌がらせやな。で、味方のカバーもして、自分中央に安全なとこからね。これだけで縄張りバトル意外と勝てるんで、もう味方がね、許可されて強くなる。お、トーピードで倒したわ。またチャージャーいるから、投げといた。ナイスナイス玉。お、あぶれた敵を倒していく。ナイスだ、今のナイス玉。お、いるじゃん。いっぱいいるじゃん。ほら。これにね、サブ性能つけてたら、サブ性能じゃねえや。あ、待って。これやりたい。はい。よーし。まあ、サブインクつけて、で、サブ性能つけてハイブリッド型にするのもまたいいかもしれない。トーピード2連続で投げれるのが、結構強いかもしれない。今度、それはやってみたいと思います。今日は、超遠投。遠距離か。ニューオートロ、ニューオートロ。新捨てきましたね。新捨てっていうか、まだやってない捨てきましたね。これどこまで届くんだろう。多分ですけど、この位置から多分中央届くぞ。多分。この位置はなんか微妙だけど、高台からだったら、いけるかもしれない。あそこ潜伏するからな。この、危ねえ。この橋、この橋をね、あの、バブルとか塞いとくとね、敵来れないからいいです。で、チャージャーも安全なとこから、これ車線入らないので、おぉ。おぉ、危ない。邪魔くせえ。車線入らないとこからボブ投げる。うん。まあ、もしかしたら上手い人だったら当ててくるかもしれない。うへへへい。なんか倒したぞ。またチャージャーいる。あれ嫌がるよなぁ。あ、イカスビ吐かした。スペシャル使ってくれたでかい。あいつ見たいなぁ。あ、べべべべべ、トピード、いてててててて。あ、なんか来たまた来た。来ないで。あー、やれなかった。もみじなぁ、もみじじゃねえ。これなんだ、落ち葉シュート意外と射程ないから、いって、危ねえ。仕返しか、さっきの。ジャジャに見られてんの嫌だけど、これ倒したい。結構荒らされちゃったな。まあ、自分やられなければ入ってこないかな。もう抑えるだけでもね。いいんですけど。ね、やりたいんだよ、これ。無理してやりに行くべきかな。一回戻るか。高台から安全に。なんとかしよう。ここから届くんじゃね、マジで。ほい。あ、やばっ！え、やばくね？え、ここから届くのやばくね？この位置。はい。これはやべえ。自分安全じゃん。すげえな。トーピードやべえな。このトーピードね、ロックオンして破裂、相手に、あ、なんて言うんだろうな。標的見つけて、誘爆すると、まあ、ちっこいモンスターボールみたいないっぱい出てくるじゃないですか。あれが結構ね、塗りが強くて、バブルがね、溜まるんですよね。まあ、もちろん普通の爆風でも強いんですけど、
まあ、欲を言えばね、やっぱ、誘爆したいよな。あれ倒したい、あげたいな。倒せないかな？いや、倒しちゃったな。今、味方の、スーパー着地のダメージが入った。これ縄張りなんで塗りに行きましょう。味方が前で戦ってるとこに、あ、まあ、援護もしつつ、まあ、自分がこうやって整地をね、マインクラフトのごとく整地をしてあげる。これがもう縄張り必勝法。必勝法ってか当たり前なんですけど。来てますね。これでも相手ピン、あ、ぶねー。よし。相手ピンチついてたからね、普通に自分やられなければ勝てるんですよ。はい。みんなもつけて、サブ性能つけて、たまにはね、たまにはこういうことやっていいと思います。いつもやり続けるとね、なんか下手になりそう。